ちは、シャンシャンです。今回は書道上達術、習字の基礎です。さて、今回のダメダメさんは、アッソレアウトです。バラバラくん、起筆も運筆もよく、バランスも取れて、うまく書けているけれど、これ完全なアウトです。この跳ね上げた先、どこへ行くの。これでは辺と作りではなく、糸と東、二つの文字が近寄って書かれているだけ。練りをしっかり書いていきましょう。跳ね上げてそのまま次の角、どこに収めるか。点を打つ場所よりもずっと大切な点と作りのつながり、これは行書や草書だけでなく楷書にも必要なことです。つながりを意識して書いていきましょう。チャンネル登録、この動画にいいねお願いします。ありがとうございました。またの動画で。